今日はですね、はい、第1回犯罪者選手権、犯罪者選手権っていうかサイドチェストの裏の顔選手権、裏の顔選手権やっていこうかなと思います。今回はですね、いわゆる悪い顔選手権のマージュ、ね、ぶっちゃけね、絶対やりそうもない犯罪をやっていこう。まあそうそう、架空のね、架空のやってなさそうなものをやっていこう、ね、ナレーションも込みで、お互いなんかちょっと傷つく結果に、ね、危ない、心配ですけどということで、ちょっとまずはじゃあ、はい、お城さんの方から、俺の方から見ていただきましょう。インターネットで知り合った女性に恋愛感情を抱かせた上、現金を騙し取るいわゆる国際ロマンス詐欺で男女2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、三鷹市の会社員でカメルーン国籍の渡辺恒之容疑者43歳と、千葉県浦安市の無職ムサンベ・アスミ容疑者です。警察は2人の罪人を明らかにしていませんが、いわゆる国際ロマンス詐欺とみて余罪がないか調べています。何これ、いいじゃないですか、国際ロマンス詐欺。いやいやいや、勝手に罪状つけるのもあれだけどさ何ロマンス詐欺って、しかも国籍日本人だから、すいません、まあやらないっすよね、やらないっすよね、男女2人ですか、男女2人の場合がいるからね、はい、共犯ですから、ロマンス詐欺ってね初めて聞いたよ。お相手の方、捕まった方、いやいやいや、あれも使っちゃダメだよ。ダメなんすか、アスミ巻き込むなよ本当に。じゃあダイヤマギーでとくわ、DM でやってそうですよね、あの感じ、ロマンス詐欺、ロマンス詐欺やってそう、できないよ、ま、コンビニ行く時の写真撮られるみたいな感じですけど、エミネムを意識してたんだけどねよかったっすよ、俺、めちゃめちゃ。次は僕の方、ユダル君の方、はい、はい、つけさせてもらったんで、はい、どうぞ。はい、本日未明、ゲームのアカウントを売買するサイトへ不正にログインしたとして、不正アクセス禁止法違反の疑いで、元アイドルの森本龍太郎容疑者26歳が指名手配されました。犯人は現在も逃走中です。森本容疑者はサイトで売買されている複数の人気ゲームのアカウントを乗っ取って転売していて、これまでにおよそ500万の利益を得たとみられています。何これ、ひどいんだけど。なんかこれ実際あるんじゃねえ。ねえよ、やってねえよ、そんなこと。やってるでしょ。やってないですよ。悪そうだったね映像がね、やってそうだよね。なんかその元アイドルってところもね、ひどい話ですよ、ね、悪意を感じるよね。いや、星野さんが言ったでしょ。俺ちゃん悪いし、誰の上の組織の、上の組織、うん、クの組織に、ひどい話ですよ。やってもないのにそんなやってそうだけどね。転売をしたことないのに人のアクセスログインして、うん、するわけないじゃん俺が。いやだから一緒だよ、俺のさっきのもさ、そうでしょ。やってたじゃないですか、ロマンス詐欺やってたじゃないですか星野は。この映像を見るとあれやってたのかなちょっと思い当たるよねちょっと思います、やった気がする、なんか、うん、いや、やってないけど、ね、危ねえ、これ使われたら危ねえなこのままもうこの YouTube で締めてやるいや本当ですよ、まあ、今回はね、うん、ありもしない罪名だったんですけど、うん、まあ、次はなんかちょっと本当にありそうな感じをできたんです。ちょっと面白さで下着泥棒やってるじゃないですかやばいやばい、やめろよそれ言うのは。そういう言ってない、や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 ってない、あのさ、下着泥棒のさ、体育館にさ、あれ何これ、ね、取られた人がかわいそうじゃん、気持ちがね、かわいそうですよね。あれ毎回やるけど、あれ絶対警察チームだまあこんなことやったけど、俺たちは本当そういう犯罪だったりとか、そういうのを抑止するための活動をしてるからね。本当皆さん気をつけていただいて、意外と見てないところで犯罪があったりするので、皆さんも十分気をつけていただいて、うん、じゃあ星野さん、ちょっと共犯者の一言言いたい。共犯者に一言、アスミー